一番電話で男の人と女の人が話しています男の人はこの後すぐ何をしますかはい桜デザイン事務所ですもしもしいつもお世話になっております南銀行の鈴木ですあ鈴木様 ちょうど先ほどご依頼のあった資料をメールでお送りしたところです。ええ、その件なんですが、拝見したところ、どうもこちらでお願いしたものと内容が違うようで、確か資料を修正していただくようお願いしたと思うんですけど。え、変更されていませんでしたか大変失礼いたしました。間違って修正前のファイルを添付してしまったんだと思います。では、すみませんが、新しいものを。はい、直ちに。 次回以降の打ち合わせの日程については資料を確認した後改めてご相談させてください。わかりました。男の人はこの後すぐ何をしますか 2番 2> オフィスで係長が話しています社員はこの後新たに何をしなければなりませんか皆さん先月の会議でオフィス環境の改善についてお話ししましたが取り組んでくれていますか机の上に個人情報を出したままにしないというのは徹底してくれているようですね以前はメモがたくさん貼ってあるパソコンをよく見ましたが 最近はなくなりましたえー、今は使わない昔の書類ですが段ボール箱に入ったままになってますね。年度ごとにファイルにまとめるなどしておいてくださいいあファイルといえば棚の中のものはラベルがついて整理され見違えるようになりましたね。社員はこの後新たに 何をしなければなりませんか三番学校でコーラス部の女の先生と校長先生が話しています女の先生はこの後まず何をしますか校長先生 あの、校長先生は以前、コーラス部の指導をされていたことがあると伺ったんですが、うちの学校のコーラス部のことでご相談したいことがあるんです。少しよろしいですかええ、何ですか今、コンクールに向けて練習をしているんですけど、生徒たちの声、今一つ表現力が乏しくて、声の出し方など、基礎的な練習を強化した方がいいんでしょうかうーん そういう時は曲全体を見直した方がいいんじゃないかな。え、曲を変更するんですかいや、みんなで歌詞を読んで意味を深く理解する時間を取るっていう意味ですよ。はい。そうすれば曲の捉え方が変わって感情の込め方も良くなると思いますよ。なるほど。その後様子を見て必要だったら体力トレーニングを増やしたりしてもいいと思います。 大きく伸びのある声を出すには体の強さも必要だからありがとうございます早速やってみます女の先生はこの後まず何をしますか 4番。電話で、ホームセンターの店員と女の人が話しています。女の人は、ホームセンターに行く前に、何をしなければなりませんかはい。青空ホームセンターです。もしもし、あの、そちらで家具の作り方を教えてもらえるって、インターネットで見たんですが。ええ。今度の土曜日に、親子向けの一日体験教室をやります。 定員が限られているので、早めにお申し込みください。えっと、そうじゃなくて、定期的に集まって、ちょっと本格的なものを作っている、サークルのようなものがあるって、初心者なんですが。ああ、それなら、毎週日曜の午後にやってます。インストラクターが一人いますから、初心者の方でも大丈夫ですよ。作りたい家具の写真を持ってきてください。あくまで参考にする程度ですが。わかりました。 あ、ホームページに会員登録が必要だって書いてありましたが。それは一度参加されてから継続すると決められた時で結構です。そうですか。それからどうもは初回はここのを使っていただけます。その後は少しずつご自分で買って揃えていってください。わかりました。では次の日曜日に伺います。私、斉藤と申します。よろしくお願いします。 女の人はホームセンターに行く前に何をしなければなりませんか5<番>大学の事務室で男の人と女の人が話しています。 女の人はこの後まず何をしますか山本さん、明日うちの大学で行うシンポジウムですが、お願いしていた準備進んでますかはい。配る資料はすべて印刷が終わっています。では早速会場に運んでください。はい。結構な量ですから、何人か手伝ってくれる人を探した方がいいですね。今朝声をかけて3人にお願いしてあります。 そろそろそそ来てくれる時間ですそうですかそれから会場の席ですが今回は招待客が来ますからその方々の分を取っておかなくちゃいけません前の方の真ん中あたり12席に「招待席」と書いた紙を貼っておいてくださいわかりました椅子に貼る紙は山本さんたちが資料を運んでる間に私が作っておきますから後で取りに来てくれますかはいそれから 講演していただく先生にお出しするお昼はどうなってますかお弁当の予約は済んでるんですが配達の確認は当日の朝することになっているので必ずやっておきますそうですか頼みますよ女の人はこの後まず何をしますか 問題21番花屋で女の人と店員が話しています。店員はどうして木の元気がなくなったと言っていますか すみません。あの、この木と同じものを2ヶ月前にここで買って育ててるんですけど、最近元気がなくて、比較的気温の変化に強くて世話も簡単だって聞いてたんですが。そうですか。うーん、どうしたんでしょうね。枯れる原因でまず考えられるのは、水のやりすぎによって根が腐ってしまうことですけど。はい。 水はやりすぎないように注意していましたし、日当たりのいいベランダに常に置くようにしていたんですけど。ああ、おそらくそれですね。この木は暖かい場所を好むんですが、直接日光を長く浴びてしまうと枯れてしまうこともあるんですよ。ああ、そうなんですか。気をつけなきゃいけませんね。あと、これからの時期、どんどん枝が伸びてくるので、その時は鉢を大きいものに変えてください。あ、はい。 わかりました店員はどうして木の元気がなくなったと言っていますか2番 女の人と男の人が話しています。女の人はレストランのどんなところが気になったと言っていますか 昨日、会社の前にできた新しいパスタの店に行ってきたよ。ああ、そこ僕も行きたいって思ってたんだ。どうだったうん。まあ、悪くはなかったけど、ちょっと気になったところもあってね。え、一流のレストランで働いてた人がやってるって聞いたけど。うん。あっさりした味付けで、素材の味を生かした上品な料理が多かったよ。決して安くはないけど、まあ、あの味なら、 値段も妥当かなそっか。じゃあ、インテリア外から覗いただけだけど、色使いが独特だよね。うん。雰囲気を出そうとしているのはわかるんだけど、実際中に入ってみると、ちょっと派手すぎて落ち着かないんだ。店の人の気配りや対応なんかは、さすがだなって思ったけど。女の人は、 レストランのどんなところが気になったと言っていますか ?3 番大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生はどうして クラブの部長になるのを断りたいと言っていますかあの先輩 先週先輩から来年部長にならないかってお話いただきましたけど、あれやっぱりお断りしたいと思ってるんです。クラブのみんなをまとめていく役割には興味があるんですが。そう。私が辞めた後の部長は田中くんにお願いしたいなって思ってたんだけど、やっぱり4年生になると会社を訪問したり面接を受けたり就職活動で大変だよね。いえ。 それは他の4年生も同じだと思うんですけど、実は卒業前にやりたいことがあって。あ、確か留学したいんだっけはい、それさえなければ引き受けたかったんですが、途中で部長を辞めることになっても申し訳ありませんし、すみません。そう、残念だけど仕方がないね。男の学生は、 どうしてクラブの部長になるのを断りたいと言っていますか ?4 番会社で男の人と女の人が話しています女の人は今回 どんな点を重視した弁当を作ろうと考えていますか山本さん 今回のうちのかの新商品のお弁当の企画、山本さんが担当することになったんだって。あ、はい。どんなお弁当を考えてるの確か前回うちのかが企画したのは、お年寄りをターゲットにした和風弁当だったよね。ええ。全体的に量は少なくても、野菜がきちんと取れるって評判ですよね。で、今回は、ターゲットを若い人に絞った和風弁当にしてみたいんです。男性にも、 女性にも喜ばれそうな。いいんじゃない最近は若い男性も栄養バランスを意識して野菜がたっぷり入ったお弁当を好む人多いらしいし。はい。でも今回私が考えてるのは野菜よりむしろ肉とか魚とかのタンパク質を多めにした全体的にボリュームたっぷりの和風弁当なんです。今は女性もバリバリ働いている時代ですから。あ、そう。はい。それに、 和食は目で食べるっていうからパッと見た感じも大事ですよね。今回はこの2点を重視したお弁当にしたいんです。なるほどね。女の人は今回どんな点を重視した弁当を作ろうと考えていますか 5番テレビのニュースでアナウンサーが話しています。緑町を訪れる外国人が満足していないことは何だと言っていますか満足していないことです。 歴史的な建築物と祭りで有名な緑町が外国人観光客を対象とした満足度調査の結果を発表しました。看板や地図が外国語で書かれている。無線でインターネットに接続できる場所がある。などの点では評価を得た一方、電車の乗り換えが複雑であるなど、交通機関のシステムがわかりにくいという否定的な声も聞かれました。来年は5年に1度の 緑祭りが開催される年です。見る機会の少ないこの祭りを目当てに外国人観光客も大勢訪れる見通しで、早急な対応が期待されます。緑町を訪れる外国人が満足していないことは何だと言っていますか 6番大学で先生がある食品会社について話しています。この会社の野菜ジュースの売り上げが伸びた理由は何ですか この食品メーカーは数年前まで野菜ジュースを大型スーパーなどを中心に全国的に販売していたんですが売り上げがなかなか伸びなかったんですそこで売り上げが好調な地域にターゲットを絞り商品を販売する店の数を増やしたところ売り上げが倍近く増加したそうですこれは新商品を開発したり商品の価格を下げたりするのではなく 売り上げに関するデータを生かした戦略の一つと言えますこの会社の野菜ジュースの売り上げが伸びた理由は何ですか 問題3一番講演会で男の人が話しています皆さんは学校である先生の授業になると決まって眠くなったという経験はありませんかそれはその先生が身振り手振りを効果的に使って話していなかったからかもしれません。 結婚式でスピーチをする人が緊張のあまりただメモを読むように話すのを聞いていると後になってどんな話だったか覚えていないというのもこれに似ています他の人に何かを伝えたいと思ったら常に聞き手の様子を伺いながら体を使って話すことが大切ですそうするだけで相手に聞こうと思わせることができるんですよ 男の人は何について話していますか 1, ?1 授業を楽しくする方法に人前で緊張せずに話す方法3聞き手が納得する話し方4聞き手の興味を引く話し方 2>, 2番テレビでアナウンサーが話しています山川町といえば緑茶の生産地として有名ですが、この町では風邪やインフルエンザなどの予防のために家庭でも学校でも水ではなく緑茶でうがいをしています。緑茶に含まれる成分がウイルスに効くため市場に出ないお茶の葉を地域で有効に利用しているということです。 どんな種類の緑茶でも効果があるそうですから、皆さんも試してみてはいかがでしょうか。私も最近始めたんですけど、1リットル程度作り置きしておくといつでも使えて便利ですよ。アナウンサーは主に何について話していますか ?1 緑茶でのうがいによる健康法 二、毎日うがいをすることの重要性。三、<3 S 1> 風邪の予防に効果がある緑茶の種類。四、<4 S 1> 健康のために飲むと良い緑茶の量。 3番。講演会でカウンセラーが話しています。近年、職場での人間関係や長時間労働によってストレスを抱える人が増えていますが、無理を続けたために対処が遅れ、長期休養を取らざるを得なくなってしまうケースが多く見られます。最初の一歩が早ければ、状態が深刻化するのを防ぐことができるのですが、 真面目な人ほど一人で悩みを抱えてしまい、カウンセラーのところにやってくる頃には症状が進んでいることも稀ではありません。カウンセラーの存在が広く知られるようになった今日でも、相談に来るのに消極的な人が多いのは残念です。カウンセラーは主に何について話していますか 1, 1. カウンセラーを育成する必要性。<S 2. 2 <S 早期にカウンセリングを受ける大切さ。3. 現代人のストレスの原因。4. ストレスを感じやすい人の特徴。 4番。テレビで評論家が話しています。先月政府が発表した調査結果から、一家族あたりの魚の消費量が肉の消費量に追い越されたことが分かりました。これは、ここ数年で肉の消費が伸び、それと同時に魚の消費が緩やかに減少したためです。肉の消費量については、今後も同じ傾向が続くと思われます。 一方、お魚ですが、これまで専門家の間では、消費量は減少することはあっても、増加することはないと言われてきました。しかし、そうではないと私は見ています。最近では、和食の良さが改めて注目されるなど、食に対する意識が変わりつつあるからです。女の人は、 今後、魚と肉の消費量がどう変化すると考えていますか ?1、魚も肉も増える。<S 2, 2、魚も肉も減る。3、魚は増え、肉は減る。4、魚は減り、肉は増える。 5番テレビで専門家が話しています皆さんは仕事で良い結果を残せるタイプですかそれともなかなかうまくいかないタイプですか今日は鳥の目と虫の目の話をご紹介します鳥は高いところから対象を見渡すので近くではわからない全体像を捉えることができます一方 虫の目は近くで対象をじっくり見つめるため、対象物の微妙な動きや変化を知ることができます。広い視野で物事を捉え考えることと、物事を細かく観察し分析すること。職場でもこの両方の目を常に意識していれば、より良い結果が得られるでしょう。 専門家の話のテーマは何ですか 1, ?1 鳥の目と虫の目の共通点 2, 2自然界の生物の行動パターン3仕事に役立つものの見方4自分に合った仕事を見つける方法 問題4。一番。佐藤さん、社長がお呼びですよ。1。では、ここで待っています。2>, 2。すぐに社長を呼んできます。3。3> はい、今すぐ行きます。 2番、リンさん、リンさんのスピーチ聞いたよ。練習した回があったね。1、1> やっぱり練習不足ですよね。2>, 2、そう言っていただけると嬉しいです。3、あの、練習の成果出てませんでしたか ?3 番、夏の旅行の飛行機だけど、 来月になってからでないとチケット取れないんだって。1。そっか、チケットもう取れないんだ。2>, 2。え、今はまだ無理なの ?3。3> じゃあ、急いで買わなきゃ。 4番、この間の食事会、用事で先に帰っちゃったけど、みんなに悪かったかな。1>, 1、そんな気にすることないよ。2、2> 用事が終わったらまた来れば ?3、みんなは悪くないんじゃない 5番。加藤さん。加藤さんにお願いしてたイベントの企画書、昨日のうちに私に提出してって言っといたよね。1。あ、まだ出さなくてよろしいんですね。2>, 2。すみません。もう少し待っていただけませんか ?3。わかりました。じゃあ、お願いします。 6番。おかしいな。今日の発表で配る資料、ここに置いといたはずなんだけどな。1>, 1。え、ないんですか ?2。2> どこで見つかったんですか ?3。まだできてないんですか 7番ねえ、田中くん。最近、林くんがテニスのサークルの練習休みがちなんだけど、何か知ってる ?1。なんか、忙しいって言ってたよ。2。2> すごい、そんなに練習してるんだ。3>, 3。練習、一度も来てないの 8番、この間旅行先でばったり部長と会っちゃって。1、1> 部長と旅行の約束してたの 2>, ?2、へえ、そんなことあるんだ。3、なんとかうまく会えてよかったね。 9番。加藤さん、昨日の鈴木くんのプレゼン、文句のつけようがなかったね。1。1> そうかなよく考えられてたと思わない 2>, ?2。文句があるなら言ってみたら ?3。すごく説得力があったね。 10番。駅前にできたレストラン。値段が高い割に味はいまいちだったよ。1。高くても行く価値はありそうだね。2。2> そりゃ安ければ美味しくないに決まってるよ。3>, 3。行こうかと思ってたけどやめとこ 11番森さん、森さんの企画案が今回通らなかったからって落ち込むことないよ。1>, 1、そんなに叱らないでよ。2、2> うん、次があるよね。3、え、企画通ったんだ。 12番。先輩、ざっとでいいので、この書類に目を通していただけないでしょうか。1。じゃあ、早速やってもらえるかな。2。2> え、僕が全部直すの 3>, ?3。あとでもよかったら見とくよ。 問題5。一番。町のボランティアセンターで女の学生と係の人が話しています。あの、何かボランティアをしたいと思ってるんですが、子供が好きなので子供と一緒に活動できて得意な英語を活かせるものがあればと思うんですが。そうですね。 えーっと、こちらが現在募集しているボランティアのリストです。英語を活かして子供を相手にとなると、通訳ボランティアというのがありますね。小学校や中学校で授業中に外国人のお子さんが言葉で何か困ったことがある時に手伝いをするんです。学校で外国の子供の手伝いをするなんてやりがいありそうですね。ただ私、 学生なので、平日の日中は、週末なら時間はいつでもいいんですけど。でしたら、毎週土曜日の午後に、読み聞かせのボランティアを街の図書館でやっていますよ。あ、これは日本語なんですけど、子供たちに本を読んで聞かせる活動で、本の内容に合わせて歌を歌ったり、ダンスをしたりすることもあります。私、歌とダンス得意です。他には、 学習支援というのがありますね。小学生や中学生が放課後集まって宿題をしているんですが、それを見てあげるんです。英語の宿題もあると思いますよ。毎週水曜の午後5時半からです。そうですか。それから料理教室もあります。英語を使って外国の方に日本の料理を紹介するんです。英語を活かすにはぴったりですね。 週末の午前中ですから、時間もちょうどいいんじゃないでしょうか。参加者は主に主婦の方ですが。うーん、どれもやってみたくて迷っちゃいますね。でも、やっぱり子供が相手で英語を活かせるものがいいです。この時間ならなんとかなりそうだし。じゃあ、これに登録します。女の学生は、 どのボランティアに登録しますか 1, ?1 通訳をするボランティア 2, 2本を読んで聞かせるボランティア3学習を支援するボランティア4料理を紹介するボランティア 2番。2> レストランで店のオーナーと店員2人が話しています。このところ毎月売り上げが落ちている。客も減る一方だな。何かいい対策はないかな料理には自信を持ってるんですが、お客様の好みが変わってきたんでしょうかお客様からの料理の評価は高いですよね。そう。となると。あの、思い切って、 店の雰囲気を変えてみたらどうでしょうインテリアに特色を出して最近近所にできたレストランうちと似たような店ですけど雰囲気がオシャレって評判なんです確かにでも店の中を大きく変えるためには結構長い間閉店しなくちゃいけないし費用もかかりますよねそうだなあ,あのインターネットの掲示板に店の広告を出したら客が急増したところがあるってテレビで見ました そんなに宣伝効果があるもんなんだ。それって簡単にできるの簡単ですよ。費用もそんなにかからないし。うん。前にドリンクの無料サービス券を配ったことがあったけど、近所の人にしか利用してもらえなかったしな。うちも時代に合わせて変わらないとね。そうですね。まあ確かにインテリアの方も随分変えてないから、こっちもいずれどうするか考えないとね。 店の売り上げを上げるために、まず何をすることにしましたか ?1。料理の味を見直す。<S 2, 2。店のインテリアを変える。3。新しい宣伝方法を試す。4。サービスを見直す。 3番。留学説明会で男の人が話しています。夏休みに1ヶ月、海外で実施する語学研修についてですが、受け入れ先の語学学校を4つ紹介します。こちらのパンフレットをご覧ください。1番の学校は、首都にあって交通も便利なので、授業が終わってから色々な活動ができる。 4つの中では最も人気がありますそれから2番の学校は街中からはだいぶ離れた静かな場所にあります。周りに娯楽施設がないので勉強に集中するには最適です。4週間大学の寮で生活します。週末は学校で様々なイベントがあり地元の友達もたくさんできますよ。3番の学校も同じく都心から離れていて 日本人がほとんどいない地域にあります。ここは滞在期間中ずっとホームステイができるのが魅力です。最後にこちらの4番の学校は授業が厳しいことで有名です。街の中心部にあって学校の設備は一番整っています。どこがいいか迷っちゃうな。地元の友達ができるのはいいよね。 ああ、でも、やっぱり、一番人気があるところにしようかな。一番人気があるってことは、きっと、いい学校だよね。そこの学校に留学した人、何人か知ってるけど、日本人が多くて、授業以外は結局日本語で話しちゃうから、思ったより語学力が伸びなかったって言ってたよ。え、そうなんだ。僕は一度、その国の家庭でありのままの暮らしを体験してみたかったから、ここかな。 現地の人の生活を知ることができるしね。ええー、二三日だったら楽しいかもしれないけど、ずっと他人と一緒だとストレス溜まりそう。まあ、それも経験だよ。量だって似てると思うし。そっか。私は行くからにはしっかり勉強できるところがいいな。実力がつかないんじゃ行く意味ないしね。でも、気分転換も必要だから、学校帰りにショッピングに行ったりできるところ。 うん、ここにする質問 1, 1男の学生は何番の学校に留学したいと言っていますか質問2女の学生は何番の学校に留学したいと言っていますか